さあそれでは早速この方々にご登場いただきましょう。松本周平プロデューサー、綾野智明プロモーションプロデューサーです。どうぞ皆さん拍手でお迎えください。どうもこんにちは、よろしくお願いします。あ、こんにちは。はい、こんにちは。すごい、いっぱいいる。こんにちは。はい、ではお二人からご挨拶いただきたいと思います。松本さんから。はい、本作ストリートファイター 30th アニバーサリーコレクションインターナショナルの、プロデューサーさせていただいております松本です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、そして綾野さん。はい、プロモーションプロデューサーの綾野智明です、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうこの綾野さんの格好はおなじみみたいな感じですから、スルーしていきましょうか。スルーでいいですか。初めての人もいると思うんですけど、ね、恒例ですかね。まあまあまあ趣味みたいなもんですわ、これは。趣味なんですね。趣味みたいなもんですか。言っちゃいましたけど。言っちゃいましたね。あ、次行きましょう、行きましょう、次。はい、はい、はい、では松本さん、今日は紹介していただくタイトルお願いしたいと思います。はい、早速、PV ありますのでご覧ください。はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんに映像をご覧いただきました。ありがとうございます。さあでは早速詳しく説明していきましょうか。はい、まあ、本作なんですけども、歴代のアーケードの12タイトルの、日本版を収録してまして、プラス、海外版も入ってる24タイトル収録させてもらってます。もともとねすでに、海外版発売してるんですけども、今回日本版を入れてますので、エンディングとか、キャラ表記もすべて、日本のアーケードを準拠で入れさせていただいてます。はい、はい。で、続いて収録されているタイトルなんですが、一番最初のストリートファイター187年、うん、懐かしい、されたんですけど、まあ、もう一番最初の原点ですね。スクリーンショット、リュウがタイガーショット当たってるけど、そうそうそう本当だ、ほらガッて当たってるけど、これはまず今回、なかなか珍しい PS4、とか現行機で遊べるので、ここは、はい、ぜひ遊んでください。はい、続いてこれ、ストリートファイター2シリーズ、ですね。無印のスト2に加えて、四天王、シャドルの四天王を遊べるダッシュと、スピードアップになってるダッシュターボ、これ入ってます。はい、はい、うん、続いて、スパ2シリーズ、無印のスパ2と、まあ、今これ私有でもかなり人気あったスパ 2X の方が入っております、はい、今でもね遊ばれてるユーザーさん多いと思います。再開もされてるので、はい、はい、うん、続いてまだある、はい、ゼロシリーズ、01、02、03、こちらも全て入っております。はい、続いて、はい、スト3シリーズですね。スト3と、セカンドインパクト、あとサードストライク、もろもろ全て入っている、12タイトル入れさせていただいてます。はい、はい、で、はい、続いて、もちろん、オンライン対戦にも、対応しております。オンライン対戦できるのはこの4タイトルなんですけども、ここは、海外
版で、オンライン対戦していただくことになります。なるほど、だからあれですね、ストリートファイター0、3とかじゃなくてアルファ3とかとスーパーも、スーパーターボになってます。確かに、はい、そうです。あと、ランクマッチであるとか、カジュアルマッチとかロビー機能、まあ、今のオンライン対戦で入れられているものは全てご用意しておりますので、オンライン対戦の方もぜひ、楽しんでいただけたらなと思っております。楽しみですね。はい、はいはい。で、これですね。あ、これそう、30周年ということで非常にたくさんの資料とかデータを入れ込みました、うん。まあ、キャラクターのデータは今、まあ、ブランカ映ってますけど、はい、と各タイトルのキャラ、例えば竜であったら1の竜、2の竜、3、0の竜が各見れてまして、選べるんですね。そうで、一番ちょっとおすすめなのがぜひ購入して見ていただきたいんですけど、はい、技のアクション、これ一コマずつ止めて見れることができるんです。そんなことできるんですか。あ、いいですね。これね、僕一番好きで、はい、例えばその昔ね、うん、チュンリのスピバー一時停止してそれで止めたところこれもうコマ送りで見れる。これ今俺めくったら見れると思うんですけど、うん、それいらない、いらない、いらない、今いらない、今いらない、っていうのが、はい、うん、見れるので、ぜひぜひ見ていただけたらなと。あとはあれですね、綾野さん、30年前の資料を2人でこう本社で探してきた。いや、そうなんですよ、資料があるんで。いや、あのね、あのストリートファイターシリーズってカプコンの中でもすごい重要なシリーズだと思ってたんですよ、うん、ところがですね、あの会社に入って、まあ、いざストリートファイター30th anniversary collection 作りましょうということで、はい、なんか資料がないかって言って地下室行ったら、まあ存在に扱われてる、みたいな、みたいな、ちょっとこの箱にこんな感じでみたいな、写真がお見せできないのが辛いところなんですけどまあびっくりしました、それを2人で全部上げて出してで、デジタルにしてこっちに入れてますんで、多分見たことないような資料とかも入ってると思うんで、そこはぜひぜひご堪能いただければなと思っております。はい、はい、あとはもうサウンドも、はい、全部入ってます、うん、はい、はい、さあ、そしてですね、はい、次パッケージ版なんですけど、うん、実際今日現物をご用意してますので、ぜひちょっと見てもらえたらなと思って、見たい。で、現物の紹介を今日はちょっとゲストで E カプコンのかなさんを呼んでますので、はい、かなさんお願いします。こんにちはいや、笑うところじゃないですいやいやいやはい、来た、はい、E カプお姉ちゃん、 E カプ姉さん、チュンリーと横並びというね、はい、元チュンリーでしたからね初代、あ、2代目か、2代目もうそんな何代目を受け継がれてるんですね社内で、はい、そう男が受け継ぐっていうね、新しい、はい、スタイルです、はいはい、じゃあ早速、うん、皆さんちょっと気になってると思うんですけど、いいですね、今回のパッケージ版の特典で、はい、以前ね、ハパツの特典でついてた冊子なんですけど、それを、うん、このサイズに縮めて見やすい形で復刻させていただきました。ちょっとパラッパラッ、あ、そうですね、はい、はい、そういうことですね、はいはい、まあ早い話、はい、中には、かなり細かいキャラクターのね、スライドでもね、そうなんです、あの出てます、相当細かいキャラクターの設定が載っているので、はい、あの相当ストリートファイター知識豊富になれる一冊かなと。今回収録しているタイトル文のタイトル全部エンディングとか技名とかキャラクター設定入っているので、まあ、ちょっとやったことない人もこれ見ていただいたら、また新しくキャラ好きになっていただけるのかなと思いますので、はい、はい、ぜひぜひ。さあ続いて、じゃん、 E カプコン限定版の現物をご用意しました。これかっこいい、でかい、これね、はい、はい、まあ、もうこれを全力で宣伝するために来たようなものなんですけど、これあのベンガスと言いまして、ストリートファイターシリーズをまあ歴代ずっと描き続けているカプコンのデザイナーが描いた本作のために描かれたイラストです。中央にはね、代表する竜と周りには収録されているタイトルのキャラクターたちの拳が大量に描かれてます。かっこいい、はい、ぜひね、じっくり見ていただいて、誰が誰の手かを見ていただけたら、チュンリ ー、これチュンリーですよ、ここ。あ、このトゲトゲチュンリー、あ、よく見たらチュンリー映ってます、ね、そうなんです、トゲにチュンリーとかキャミーとかも映ってまして、ゲコマ、印刷自体も素晴らしい技術で印刷されているので、はい、ぜひ皆さんこちらのご予約をお待ちしております。額に入ってるのがいいですね。そうなんです、このまま額もついてるんで、額、そう、これはさっき私が興奮してぶつけてしまったんですけど、はい、ちゃんとした綺麗な額で届けますんでご安心ください。これもそのまま家でペッていけるんで、はい、届いてすぐに飾れる、はい、いいですね、はい、はい、いいですね。そしてこれですわ、じゃん、タロットカード、あー、いい、
バン。これこれ、タロットカード。タロットカードです。これは、ストリートファイターのグッズではかなり珍しいと思うんですけど、うん、デザイナーのひなななという、うん、新人の、ね、はい、子が描かれました。すごく繊細な絵ながらも、まあ、ストリートファイターの力強さが出てる、すごくよくできているタロットカードで、まあ、まず持って超分厚くて、そうそうそう、すごくいいものなので、ぜひこちらも。いい紙に印刷してるんですよ、これ。そうなんですよ。これ目張り心地がすごくいい。そうそうそう。そう、みんなに触っていただきたいで、そうそうそう、キャラクターもね、結構オロとか多分グッズになってないんじゃないかなみたいな感じで、オロとかも入ってて、なかなかマニアックなキャラチョイスで面白い、はい、多いですからね、はいはい、です。で、最後に、こちら E カップコンで、はい、こちらのアート付きの限定版と、ね、タロット付きの限定版という2種類の限定版があるんですけど、そちらを、ご予約いただいた方にはこちらのスペシャルカードプレゼントしてます、はい、スペシャルカードにはですね、メナトとローズという師弟関係の、うん、はい、キャラクターが描かれています。でね、ローズはもともとタロットカードとか、はい、そういうのもありますので、ぜひこれも手に入れていただきたいです、はい、そして今日現物はないんですが、E カプコンでご予約いただきますと、収録されているタイトル12タイトル分の、ゲームのソフトの差し替えジャケットというものが、はい、ランダムでソフト1本につき1枚お付けしております、はい、で限定版ご購入いただいた方には全部セットでお付けしますので、自分の好きなタイトルにパッケージを差し替えることができます。以上です。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。ぜひぜひご予約いただければと思います。もう限定版買わないといけないっていうことですよね。そういうことですね。分かりました。コンプリートバージョンをぜひ買っていただきたいと。はい、ということで、E カプコンでご予約お待ちしております。ありがとうございました。はい、カナさんに大きな拍手をお送りいただきたいと思います。帰っていくんですね。そうですね。分かりました。きっとこの後もブースでね、一緒に皆さん対戦してるんじゃないかなと思うんですけれども。はい、はい、じゃあ改めて発売日や価格などもお願いします。はい、そうですね、確かに、ストリートファイター 30th Anniversary Collection、 5じゃないよ、インターナショナルなんですけど、はい、あと1ヶ月ちょっとお待ちいただくことになりますけども、2018年の10月25日に、発売となりますので、ぜひ皆さん、お買い物ため行っていただいて、はい、楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。はい、はい、ぜひ皆様、はい、こちらご予約もよろしくお願いしたいと思います、はい、さあではでは、あ、価格の方もお伝えしなかったですね、こんな感じになっておりますが、はい、よろしくお願いします。はい、では今ですね、ゲームの内容などなど皆さんの、ね、懐かしいタイトル映像を見て思い描いていただいたと思いますが、ここからは本日スペシャルゲストお招きしています。おっと、まだ誰か、誰かな、かなさんじゃなくてね、かなさんじゃなくて、かなさんじゃなく、さらにスペシャルなゲストです。はい、ストリートファイター2のモノマネといえばわかりますよね、皆さん。誰だ誰だ、ハテナが浮かんでないといいな、はい、それでは皆さん、大きな拍手でお迎えいただきたいと思います。ノーモーションのお二人です。どうぞ。そいやー、さあ、俺の名前はリュウ。今日も世界一の格闘家を求め旅をしている。今日はもう一人来ている、こいつだ。どすこい。わしの名前はエドモンド・ホンダジャイ。人々は俺たちをこう呼ぶ、ストリートファイターと。どうも、ノーモーションです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。来ちゃった、改めまして。来ちゃった、びっくりしました、はい、リュウ、こんな太ってましたっけ。はい、よくYouTube のコメント欄に太通じゃんって書かれますね。太通って書かれちゃいますけども、ボディスタイルから突っ込まれちゃうわけですね、はい、ということで、うん、改めまして、うん、本日ゲストでお越しいただきました、はい、ノーモーションの矢野智之さんと、はい、星野小鉄さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもどうも、はい、会場の皆さんもね、たくさんいるんですが、カプコン TV 見てる方も多いと思いますので、お二人からご挨拶いただければと思います。はい、はい、すみません、がっつりストリートファイター2のモノマネ最近させていただいております。今日もいろいろモノマネやらせていただきますね。みんなよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、よろしいでしょうか、うん、じゃあここで、はい、ね、ということは、ということは、散々、ね、モノマネモノマネ言っていたから、え、いいんですか、モノマネ見れるんですよ。やっちゃっていいですか。じゃあ、最後に聞いてみましょう、はい、ストリートファイター2のモノマネ見たい方、拍手のお願いします。ありがとうございます。はい、嬉しい、よかった。まさかの先に挙手が来ましたね。ありがとうございます。さあ、早速やらせていただきたいと思います。はい、もちろん、アニバーサリーコレクションにも収録されております、社会現象を巻き起こしたストリートファイター2より、龍、うん、対エドモンド・ホンダの激闘のモノマネ、ミュージックスタート。All right.
はい。波動拳、波動拳。飛び寄った。竜巻旋風キャッチ。ドンドン。勝利拳。ドンドドンドン。You win。どうもありがとうございました。すごい生で聞けた。すごいですね。大好き。大好きです。これ SE、まあ、サウンドエフェクトの SE まで再現されてるのびっくりしました。一番こだわっていポインのところがすごかったですね。すごいですよね。You win! Perfect! 後ろでボタン押してんのかと思って。僕らでやってそうじゃないやってますんでね、はい。ありがとうございました。早速、ね、素晴らしいもの見せていただいたと思うんですけれども。さあここからは矢野さん、はい、やはりもうねスト2芸人といっても過言ではないでしょう。そうなんですよね。このお二人、ね、知ってるんですよ口だけって。待ってくださいよ。口だけの芸人がすごい多いって他にも。待ってくださいよ矢野 P。 何ですか。腕の方もきっちりありますから。そうですよ。またまた本当ですか。本当ですよね。本当ですよ。やってみますじゃあ。いいんですか。やりましょうよ。どんとこいですよ、ね、ちょうどね、はい、僕たち強いやつ探してきてますから。あ、はい、なるほど、いけちゃいますか。それじゃあ対戦していきましょう。はい、それでは対戦のことを見ていきましょう。はい、誰が相手だ。では、ゲームの内容なんですけれども、はい、ストリートファイター2を使用して、はい、綾野さんと松本さんチームバーサスローモーションのお二人という形でいいっすね。いきたいと思います。じゃあちょっとチームに分かれますか。準備に入ってもらいたいと思うんですが、夢の対決ですよ。はい、やはりいや素晴らしい。こっちね、皆さん対戦ということは、うん、負けたチームにはね、はい、恒例のあれありますから。あれ？あれ？あれ？負けたら、ノーモーションが負けたら、はい、今後二度とストリートファイターに出たらできない。すいません、すいません、本当それだけは勘弁してください。早い江川さん、早いよ。早いな。早い。いや、早い。いや、まず、はい、僕らがね、負けるわけないですから。そうですよ。負け、そんだけやり込んでる。相当やってます。やってますから。小学校サボってやってますから。なるほど。わかりました。いきなり負けて、うん、まあ、お仕事がなくなるのもかわいそうなんで、はい、じゃあ一発芸でもやってもらおうかな。あ、まあまあまあ、そうですね。それぐらいなら。まあ、最悪負けたら。ありますか、一発芸。まあ、負けたらやりますよ。負けたら。負けたらですよ。まあ、負けないと思います。なるほど。はい、そう、意気込みもらいましたから。はい、さあ、では準備に入りたいと思います。わかりました。まず第一戦目は、綾野さん対星野さんで、おっしゃ、本田。本田、いけ。よし、行こう、はい、行こう。負けませんよ。2ですね。そうですよ。2です。これもう腕輪を置かさせていただきます。腕輪が置いて。え、レアな。目が、目が。え、目悪いんですよ。目がね、目がね。これ、皆さん、レアですよ。はい、D コスチュームだと思ってください。はい、D コスチューム。負けませんよ。さあ、行きましょう。さあ、キャラクターセレクト、ゲーム画面に移ってください。やっぱ僕はね、ホンダでしょう。さあ、私はやっぱり、チュンリーですわ。出た、はい、いいんですか、NP。 この組み合わせ、まんまです。誰もが求めてる。僕、サバ折り狙いますよ。サバ折り、サバ折り狙いますよ。ラウンド1、はい、1戦目スタートです。すごい似てるから分かんない。どしこい、声に惑わされるんだけど。いけ、あー、サバ折り、写真写真、やめ、チャスチャス、エロいエロい。チュンリーにはよう似合う、サバ折りが。はいはいはい、はいはいはい、いけるいけられた。どう、あっ、網の怪しい。さあ、100列客、あ、違う、あ、やがむ、負ける負ける負ける、あかんよ、とどめだ。危ない。あ、星野さん押してる。これラウンド2あるんですよね。ラウンド2、ラウンド2あります。ラウンド2ありますよ。あ、負けた。やばい、優勢、あ、やっしゃ、これ優勢楽です。危ないよ。危ない、ラウンド取りました。危ない危ない。ちょっと、You winSE が入ってラウンド2、ラウンド2、はいはい、ラウンド2、ちょっとね、これやべえ、これ綾野さんが取ったら、危ない危ない、あ、うまい、やばいやばい、どうなるでしょうか。フォンフォンフォン、ギリギリやん。ちょっと禁断の技出すしかないですね、これは。いけ、おっと、お尻でフィニッシュ、パーフェクト、圧倒的、出ましたよ、綾野さん、素晴らしい巻き返し。じゃあこれは、ありがとうございます。勝敗がつく、押してください、押してるぞ。サバ折りで締め殺してしまえ。あ、うまい、飛行券ないですね。チュンリーはしゃがみ強、やばい、ゲンキック強い。これ、予想客、これ予想客、予想客、
よいしょ、あ、これ脱力的な技だ。ジャンプ中、下、中キックだ。いや、沈めるぞ。よいしょ、強い。何発飛んでいく。そうそう、あと1個じゃない。はい、大ピー。あ、危ない。あ、ひじ危ない。危ない。銀行から巻き返せますか。いや、どうすこい出す前に、どうすこい出す、バレちゃうから。出す前にどうすこい出す、バレちゃうから。どうすこい予告どうすこい。どっちの方ですか、中に。惑わされるんだけど、ちょっと。予告どうすこい、いいじゃん。サバオリ、あーい。おったー、ナイピー、ナイピー、ナイピー。サバ SE 入りました。やった。あ、ちょっと、サバオリ。男子が喜ぶから。いや、ちょっと狙い、サバオリ、サバオリ狙いすぎですよ。ちょっと、ま、ということで、勝ちました、勝ちました。第1戦目は、あやのさんの勝利ということで、おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、言ったら、何ですか、僕の10倍強いのが、龍なんです。出た、龍こと矢野さん。じゃあ、切り替えましょう、チームバトルなんでね。小学校の時、やりすぎて、あの、授業中、耳元でヒューとか現状聞こえてましたから。なるほど。耳元で給食時間、ボーケンとか聞こえてましたから。それぐらいやってましたから、今、この中で3人笑った人がいたんで。3人、ありがとうございます。3人同じ境遇。局地的。あ、もっと笑っていいんだよ。はい。真剣に見すぎだぞ。さあ、皆さんはどちらを応援するのか。さあ、ブランカ VS 龍ということで。いきましょうか。さあ、2P 側が松本リュウですね。はい、あ、違う、松本ブランカですね、1P 側。松本ブランカ。そう、ブランカは、ね、あ、うまい。さあ、昇竜拳。いきなりピンチ。いけ、リュウ、これ踊ってやれ。ドラゴンダンス開始。あ、昇竜拳。ドラゴンダンス、ドラゴンダンス、ドラゴンダンス。あ、危ない。矢野さんが押されたの。竜巻旋風逆。まずは1本。素晴らしい。戦いの先に答えはある。ちょっと声も似てるしね。急にスト4。ちょっと声も似てる。リュウ好きすぎるやろ。リュウ大好きです。さあ、ラウンド2ですよ。動かしまない。いや、懐かしい。出た。ピオリスが高い。攻略本に書いてあったやつ。昔の攻略本に書いてあった。あ、やばい。よったか。ピョトピョトピョト。やばい。うわ、今のパフォーマンス懐かしい。よしよしよし。どうかな。シューパンヘッドバット。押しかけブロックで。アドーケン。お前もバレちゃうから技が。アドーケン。地獄足まで開始。やばい。竜巻旋風ショー。わー、叩きを。おー、危ねえ危ねえ。11取れるか。どうか。ちょっと面白い展開になってきましたね。盛り上げるやん。松本さん、ちょっと盛り上げるやん。やばい、速攻打たれた。さあ、大パンチ当たって、さあ、昇竜拳が上が見えていますね。ピヨってますよ。同情し、おー、うまい。さあ、ローリングアタック。うまい、やばい。ピヨった。ピヨった。どうなる。ピヨった。やばい。よしよしよし。頑張れた。投げろ投げろ。さあ、どうなる。やばい。あーっと、危なかった。大剣当たって、一生いっぱい。逆転。さあ、こちらは矢野さんが勝利しました。おめでとうございます。なんだ、1-1ですよ。2つ当たりました。同時をしてくれて当たりました。すみません。うまいな。いや、盛り上げますね。しゃがみ着立ち大パンチの同時のステップに使っちゃいました。アッパー勝利で出しましたから。はい、ガチな格ゲーマーってことが分かりますね。いや、ここらは1対1なんで、最終、はい、頂上決戦したいと思います。頂上決戦、はい、最終僕が出ます。じゃあ、じゃあ、やっぱり、はい、龍が、龍、龍、龍と10倍強い龍が、どうする。また10倍強い、ここにね、10倍強い龍が、腕を置くね。あれ、1個50キロあるやつだ。1個50キロありますよ。しょうがねえ、俺は。これ、10グラムのやつだ。そう、10グラム。クエルトのやつです、すいません。本気出しますよ。さあ、やっていきましょうか。第1戦、第2戦ともに優勝した、はい、あ、勝利しましたお二人で戦っていただきましょう。タイトルじゃあ変えましょう。実際に選んでもいただきましょう、うん、変えましょう。変えませんよ。1つじゃないやつ。ワンが見たい。あ、ワンね。ワン、確かに。スパツ X でも何でもいいです。 X じゃないです、ワン。ワン、スパツでも何でもいいですよ。ワンで、ワンが見たいな。誘導してる。その頃まだゲームセンター行ってんの。ワンが見たい。ワンに2からじゃないでしょ。ワン2から始めたんじゃん。いや、でもワンでもいけます。ワンで、ワンで、はい、僕らもやってたんですけど、はい、波動拳出なくて困ったんで、ちょっとやってもらいましょう。やりますよ。ぜひ見たいですよね、皆さん。出したもん勝ちなんですよ。そうですか。いや、ワンで、ワン見たいもんね。ワンやろう。ワンで、ワン見たいぞ。ワン見たいぞ。見たことないっていうお客さんいらっしゃるの。ぜひぜひ見てほしい。ここで見ていただきましょう。はい、ワンで行きましょう。はい、それでは準備、じゃあ画面切り替えてください。はい。さあ、ステージを選んで。ステージセレクトです、これは。いや、ジャパンと USA。ジャパン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 。それスト2です。メロさあ、強制的に僕が龍。あ、僕が剣ですね。はい、そうです。スーピーは絶対龍なんで。あ、僕が剣だ。さあ、波動拳。あ、出た出た。
ちょっと波動拳。波動拳。おお出た出た。出るのか。すごいすごい。さあ波動拳。これこんな簡単に出ないですからね。波動。波動拳出せない。じゃあ話聞いた。話し入力で。昇竜拳昇竜拳狙いたい昇竜拳。俺が先に出す。おい。やったちょっとスタートボタン押した今おいおいマジかマジマジマジマゴマゴしてる間にもやべ偶然出てた今自己気味に勝ちましたよ一瞬で終わっちゃってました今昇竜拳のねああうまいやっぱ B このストワンのやべ竜巻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 いけいや半半じゃなくて半半半か半はいはいやりました危険なことがして昇竜拳が出るからそうそうそう今か近づかない本気出しますよ技で、ね、本気出すいやいや小学生かお前ちょっと手滑ったし負けた方には一発目が待ってますからじゃあリーチあーやばいやばいあーめっちゃ受けられた下がってかわしただと波動波動波動拳が出す波動拳波動拳発売して武器を出せば俺が出せば怖いよあーやばい減る出せ出せ出せハドウ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 出ないのハドウちょっとパーフェクトよっしゃーオーライいやオーライうまいなお前負けたんだよやっぱうまいんだそれ What's wrong? My permanent recipe is here too いやうまいなそれ次のステージ行くやつだちょっとねぜひ買ってみてください買ったらわかりますから皆さんもお楽しみいただけますかこれはちょっと、はい、両チームともに前の方に来ていただきましょう負けたよこれはいびっくりしたまさか出せるとは結構出ましたよ結構びっくりした出た、はい、いや、いや公約ですからなかなかね、いい試合を見せてもらったんですが、はい、約束は約束です、うん、約束、そうそうそう、はい、一発芸もう封印でしたっけいや、一発芸がいいかな一発芸を長く、長くよろしくお願いしますちょっとじゃあ、本当、僕謝りますんで、んね、負けたことあ、ありますか謝りますあの、はい、謝りますんでね本当に試合に負けてしまって、どうも、すいま…うっこいえ、今の今のですか謝るボケです謝るボケですすいません、ちょっとね新作みたいな、じゃあ新作プロデューサーの2人のために、はい、今日ね、謝りにこんな方が来てくれたんですよ。おっとスペシャル誰ですかよかったら皆さんも写真撮ってあげてください。写真タイムです、はい、写真タイム、はい。動画でも大丈夫です。スマホ皆さん、静かに聞いてあげましょう、静かに。そうですね、無音で。無音で。無音、笑い一切なし。いや、笑ってくださいよ。笑いやー、まいったな、こんな方に謝る人、謝ってもらいますよ。すごい入念に、入念に待ちに来てますよ。めっちゃ解いてる。できました。このブースに来るわけがないんですけど、今日は特別来てくれました。ハリセンボンの近藤春菜さんですいや似てんなおい似てる負けてどうもすいませんあれ超似てる春菜ちゃん似てるラーメンくださいいや角の卓上じゃねえわ顔緑じゃないの声が似てるじゃねえわ皆さんめっちゃ似てるクッキーくださいお願いしますせーのクッキーください いやステラおばさんじゃねえわアボーケンなんでだよお前アボーケンやべえやつじゃねえちょっと波動拳に逃げるのやめてもらっていいと思うそうあまりやると没収されちゃいますからはい、はい、ありがとうございましたありがとうございます一発目でしたすいませんはい、この春さん来てくれるとはという矢野さんですけれどもねいやー負けちゃったありがとうございますありがとうございます実際にお二人プレイしていただいていかがでしたかいや、はい、やっぱ面白いですねありがとうございます。ありがとうございます。全部面白いですね。なんかやっぱさっきのトレーラー見てたんですけど、うん、もう懐かしさがすごい込み上げてきて、全部のタイトル入れてもらってるんで、また一からやりたいなって気分になりました。うんうん、はい。ありがたいですよね。予約するしょ。来た。あれおかしいです。あれそれで。来た。笑ってくれた。一人だけめちゃめちゃハマってる人いるんですよ。あとで来交換しようね。なんでだ。吐いて。はい、優しいなと思っていやもう30周年の節目にですね、うん、はい、ファイブが盛り上がってる中、うん、今までのシリーズが全部遊べる、うん、そうなんですよでスイッチだったらもう移動中にもできてしまう、そうなんです、はい、もうこんなに嬉しいことはないです、そうですよ、はい、僕はもちろんプレイステーションスイッチ両方予約してますあおお皆さんも買いましょうありがたいですねミュージアムモードも今から楽しみですそうです、はい、設定資料の数々ありがとうございますありがとうございます、はい、じゃあ2冊あるってことですね予約したらはいそうですおじい、1冊届く乾いた返事2冊あります1冊ちょうだい1冊ちょうだい買ってください買ってください、はい、そこは仲良く2人でやってもらいましょう、はい、さあ、ということで綾乃さん、うん、続いてもご紹介いただけるものがあるということなので、はいはい、行きましょうか名作つながりとそうですね、いうところで、はい、こちらのタイトル持ってきましたまずは映像をご覧ください、はい、どうぞはいうわ
た来た。うおー来た。ありがとうございます。いやー、いいですね。最高です。最高。皆様にはカプコンベルトアクションコレクションの映像を見ていただきました。そうなんでしょう。ありがとうございます。じゃあゲームの説明をさせてください。はい、はい、お願いします。はい、お願いします。さあこちら、珠玉の7タイトル、うん、日本のソフトに収録ということでですね、はい、まあ、ファイナルファイトからはじめとするですね、この7タイトルあるんですけども、はい、竜の矢野さん、はい、どうやらもう予約をもう購入していただいて、もうダウンロード版を、はいはい、コンビで買いました。発売しましたからね、東京ゲームショップでも。そうですよね、ダウンロード版だけもう配信開始なんですよね。ダウンロード版だけ配信しました。はい、さあ、ここでパワードギアとバトルサーキット、これが初移植なんですよ。ありがとうございます。それがもう楽しみで、ありがとうございますというのをいただいてですね、はい、まあ、開発冥利に尽きるなと、うん、パワードギア出た時に、うん、あんまりお小遣いなくてちょっとしかやってないうちにもう次の作品に入ってしまった。出ちゃうんですよね。これがもう本当やりたくてしょうがなかったですね。ぜひですね、ノーミスワンコインクリア目指して欲しいんですけども、はい、さあ次のスライドお願いします。はい、これだけじゃもちろんないんですね。全タイトル、うん、オンラインで協力プレイが可能と。これ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 ですよね。ゲームセンターの興奮をそのままに熱く皆さんと戦っていただければと思います。なかなかこのキャプテンコマンド4人同時なかなかできなかったですね。なかなかできないですからね、うん、4人プレイできますからね、集まらないですから。友達としかやらなかったですから。そうですそうです。この知らない人とできるっていうのはもう僕でも新鮮な感じしますもん、うんうん、はい。さあそして次行きましょう。はい、こちらですね、任天堂スイッチ版の協力プレイ、これがめちゃくちゃ面白い、うん、これですね。これです、まあ、もちろんね、インターネットで通信プレイできるんですけども、うん、はい、ローカルの通信プレイもできますし、コントローラーさえ合えばあれば、うん、テーブルモードでもプレイすることができます。新幹線でファイナルファイト、移動手段の間で、ね、芸人にはね、うん、もう嬉しい嬉しい。僕も出張族なんですけど、はい、もう新幹線乗りまくりですから。そうです、もう任天堂スイッチ大活躍です。みんなもうトイレ行くときこうなりますから、もうファイナルファイト、ファイナルファイトになってるちょっとね、自分に入っちゃってる。それ通行人じゃないですか、それさあさあ次行きましょう。さあ、はい、ギャラリーモード、はい、これですね、搭載しております。はいはい、はい、当時の懐かしい映像や、まあ、今回初披露できるような公開もあります、うん、はい、さあ次行きましょう。ダウンロード版好評配信中ですね。プレイステーション4、任天堂スイッチ3056円、そして Xbox One 3080円、プラスでというところ。安い、安いな。はい、さあそして次プライスライド出てください。パッケージ版、うん、もうあります。年末に向けて、はい、まあ、2018年の12月6日プレイステーション4と任天堂スイッチ、こちら3300円というところになっております。はい、ぜひですね、はい、ダウンロード版もパッケージ版もどちらもよろしくお願いしたいと思います。お願いします。さあ続いては与田さん、もう一つ見どころな告知があるということで、はい、そうなんですよ。ちょっと一つ告知させてください。はい、スライドお願いします。さあこの後ですね、はい、10時30分から賞金総額
1000万円1000万円日本プロツアージャパンプレミア、これはストリートファイター5になるんですけども、はいはい、この後14時30分から幕張メッセ国際展示ホール11 e スポーツクロスブルーステージで行われます。等、はい、が違うんですよね。ちょっと離れたところにあるんですけども、まあ、皆さんぜひこれ終わってからね、ホール11お越しいただければと思います、はいうんはいはい、今すごく話題の e スポーツですから、皆さんお時間が合いましたらホール11にてファイターの皆さんの熱いバトル届けていただきたいと思います、はい、お願いします。お願いします。さあ続いてはセール情報です。はい、こちらです。さあ、カップコンプロツアージャパンプレミア開催記念というところで、うん、格ゲーセールを絶賛開催中、はい、こちら9月26日までになるんですけども、プレイステーションストアにてカプコンの格闘タイトル最大 60% オフというところで、ストリートファイター5アーケードエディションは 40% オフ、はい、でマブカップインフィニットは 60%、 そしてウルトラストリートファイター4は 50% オフというところで、9月26日までですから、はい、この機会にぜひお買い求めいただければと思います。はい、はい、さあそして次、任天堂 e ショップでもですね、ウルトラストリートファイター2がダウンロード版 41% オフ、はい、こちらもセール中です、はい、こちらも9月の26日までというところで、4990円がなんと2899円、はい、税込み価格でご提供させていただいておりますので、はい、こちらもダウンロードお忘れなきようにお願いいたします。お願いします。まだ手元にないという方はね、はい、ぜひこの機会にタイトル手に入れて楽しんでもらいたいと思います。はい、はいはい、では続いての情報です、はい、さあブランカー登場しましたが、バンダイスピリッツ様のアクションフィギュア SH フィギュアアーツブランカが参戦決定いたしました。まだ画面に出ているのは CG の原型ということなんですけども、ここからでもブランカの迫力伝わってくると思います。はい、価格は7000円、いいいいお値段なんですけども、バンダイプレミアム内の魂ウェブ商店にて近日予約開始ということですので、続報お待ちください。はい、竜持ってますからこれ、はい、あ、竜持っている、はい、ありがとうございます。買いました。このサイトは僕らよく買ってるんで、はい、よく買ってるんですか。そうなんですね。ブランカお買い上げというか、はい、はい、します。よろしくお願いします、はい、じゃあ次行ってみましょう。はい、はい、これこれこれ、はい、デスクトップベガ、これ宝富アーツ様からカプセルアイテムデスクトップベガというのが緊急参戦、こちらもいたしました。ストリートファイターシリーズ登場するシャドルーの相当ベガの4つのアクションが楽しめます。はい、お値段は1回300円、はい、ということですね、はい、これはあの来年の2019年1月に、全国の家電量販店とかショッピングモール、ここでですねカプセル自動販売機、うん、ここで登場予定ですので、見つけたらもうすぐに回してください。お年玉はベガ様にね、シャドルを献上しなければなりません。はい、はい、ぜひですね皆さん実物楽しみにお待ちください、はい、続いての情報です、はい、まだあるある、はい、さあコミックストリートファイターゼロ、8月25日に復刊 .com より復刊されました。ありがとうございます。さくらがんばるの増刷、はいはい、こちらが決定いたしました。さあ中平先生の超名作ストリートファイターゼロがですね、うん、キャミー外伝を収録してストリートファイター 30th アニバーサリーコレクションと同日の10月の26 25日木曜日に発売決定です、はいはい。これからだってカリンが生まれましたもんね。そうなんですよね。で、そこからストリートファイターゼロからカリンが、はい、ゲームで逆輸入されたという、はい、ゼロスリーですね。はい、買いましょう。さあ、はい、お次はもう一つあります。キャラクターメイキング、これ、はい、ストリートファイターはキャラクターメイキングということで、カプコンの格闘ゲームの作り方を教えますと。すごいこれ、というところで、いかに、まあ、ストリートファイター30周年歴史がありますから、そう構えがある通り、まあ、ストリートファイター1からストリートファイター5まで、どういう風にカプコンはストリートファイターをキャラクターメイキングの視点で作ってきたのかというですね、はい、ノウハウがここに詰まった本、こちら制作が決定いたしました、はい、いいんですかこれ、はい、2018年の10月ボーンデジタル社様より発売予定となっております。はい、ファン必見の一冊ですから買っていただいて、はい、リュウの造作をですね、はい、真似していただいて、ね、はいはい、いただければと思います。見てください、はい、ではいろいろな情報が出てきましたが、ここで改めてストリートファイター 30th アニバーサリーコレクション、はい、インターナショナル、こちらの発売情報をお願いしましょう、はい、改めてになりますけども、あと1ヶ月ぐらいですね、お待ちいただくことになりますけども、2018年の10月25日、各プラットフォームで発売になりますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、そして価格の方はこちらですね。はい、そうですね、はい、はい、
出ますか？次のスライド、はい、はい、パッケージ版は4990円プラスで、はい、ダウンロード版4500円で、いいな、はい、お買い物だって、これ多分ですね、はい、基盤で揃えようと思ったら当時100倍ぐらいの値段をしたと思うんですよ。そうですよね、半端ない値段ですよね、はい、1タイトル200円ちょっとですから。そうなんです、そう考える安すぎますからね。2クレジットですよ安いわ、はい、そうですよね、まあ、絶対買った方がいいですよ、買った方がいい、お得お得、そう思うとぜひぜひ、はい、ぜひ皆さんお手元でね、ゲットしていただきたい、はい、ということで残念ながらそろそろお時間が来てしまいました。では皆さんね、ちょっと離れてしまったので真ん中の方に行くと寄っていただきまして、はい、では最後にお一言ずつメッセージいただきたいと思いますが、まずはゲストのノーモーションの矢野さんからお願いします。はい、もう小学校の頃から授業中勉強サボってずっとこうやって机の上でやってた波動拳ですけれども、もうストリートファイター2と生きてきた人生のような気がします。これからも長いストリートファイターシリーズモノマネで頑張って一緒にこう盛り上げていけたらなと思っています。今日は皆さん素敵なゲーム、カブコンのストリートファイターゲームいっぱい買いましょう。ありがとうございました。矢野さんありがとうございました。いや、素晴らしい。では続いて星野さんお願いします。はい、はい、もう相方と同じでもう本当に大好きなゲームがこんなにね詰め合わさって出るっていうのはもう楽しみでしょうがないので、ぜひ今からやる人も使ったことないキャラやる人も、ぜひ手に入れてみんなで対戦しましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。星野さんありがとうございました。すいません、今日のコスプレ会場で誰よりも露出が多くてすいません多分一番露出気づいてますか、どのコンパニオンよりも露出高いですかすいませんでした本当にいい体験、はい、しかも汗がすごいっすね汗がびしょびしょ照明でねツヤツヤですねはい、はい、さあ続いては松本さんお願いします。はい、まあ、海外で発売してから5ヶ月間ちょっと皆さんにはお待たせして大変申し訳ありませんでした、その代わりですね、皆さんのお声をいただいて、最大限できることはさせていただいたので、ぜひ、楽しんでいただければなと思います。はい、で、今日からスイッチ、はい、あらかじめダウンロードがスタートしました。はい、本日から、 今日からなのでスイッチ持ってる人は今から、はいはい、持ってますか？ありがとうございます、はい、ぜひぜひ、これからもストリートファイター、これからも31年から続きますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、では最後に、はい、綾野さんお願いします。はい、そうですね、e スポーツの観点から言わさせてもらいますと、やはりあのカプコンプロツアーこの後ありますから、14時30分ですね、僕も駆けつけたいと思います。はい、ただ着替える時間がないので、おそらく皆さん会場に行ったらこのチュンリーがパイプ椅子に座っております。わかりました。見かけたらあの全然あの写真とかも全然撮っていただきたいと思いますので、なかなか気軽に。あ、じゃあ僕らもそのまんま、あ、お願いします、お願いします。おじゃあ3人でこうやって座って座ってましょうか、こうやって、はい、いいスリーショット。皆さんね、はい、これからもストリートファイターシリーズ通してよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さん発売を楽しみにお待ちください。はい、このステージに登場いただきましたゲスト、ノーモーションの矢野智之さん、星野小鉄さん、松本プロデューサー、綾野プロモーションプロデューサーでした。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。大きな拍手でお送りください。はい、